このバカ面を覚えていますかね一連の寿司テロの後に起きました吉野家の生姜をこのように食べて食べてるか食べてないんですけどもこれが面白いと思ってネットにアップしたというねこういうバカ人間なんですけどもこの男ともう一人はこれを撮影してる男がですねなんと。 逮捕されました。大阪府警よくやってくれたと思うんですけどもそれよりもね逮捕されてるのはもう当たり前とするんですけども記事を読んでびっくりしたのがこの2人の年齢なんですよ吉野家の紅生姜を直橋で食べた疑い男性2人逮捕ということで大阪府警なんですけども見てくださいえ上から5行目ですよね大阪市西成区に住む建築業の島津龍35歳と友人で飲食店経営の岡秀 年、年、えー、秀ですか、34歳と。35歳ですよ、どう思いますの両容疑者を威力業務妨害と器物損壊の疑いで逮捕したと発表したと。一連の様子は動画で撮影され、SNS で公開された。さあ、そして下見てください。府警によると、島津容疑者はみんなを笑わかしたいと思ったと供述。岡容疑者も島津容疑者に面白いことやってやと頼んだらいきなり食べた。 めちゃ面白くてみんなに見てほしかったので SNS に上げたと。あのねこのねこ知能レベル 恐ろ,しい恐ろしい低さですよね。どうしてこんなにねこう知能が低い人間がいるかと思いますよね。でまずはねこれ面白いということで、皆さんご存知のように、あのスシロー事件で、えー、もうねあの断固たる措置に出るということもうちゃんとあれは公開されましたよね。でもうあんなことしたら大変になるということが世に知らしめたわけですよ。であれやってたのは厨房、高校生でしたっけそんぐらいのガキがやってたわけですよね。でそのの箱もやってたの21歳 とかその辺の辺人間でですよであれを見て面白いと思って吉野家の生姜をじかばして食べたと35歳です。呆れるばかりです皆さんどう思いますかね。あの世の中にはねこういうね本当の低知能の人間がえ普通に存在するということ、えー、皆さんね気をつけてください。警戒をしましょう。